てますか？高校の時に同じクラス、セーラームーンっていうあだ名で呼んではからかっていたよな。卒業して月日が経ち、タツの同僚が命を落とし、どうしようもないほど落ち込み、そこに秋がやってきてくれた。タツのどんな問いかけも全部親身に聞いてくれて、秋と一緒にいる時間だけが心が晴れて、気がつけば好きになってて、タツの思いを伝えて、8月4日に決めて一緒になった自身の病気を打ち明けた。涙ぐんでいる彼女を見て、俺が治すと心に誓う。1年が経ち一緒になろうねとは言っても、若い二人には壁は厚くて、でも内緒で指輪買いに行き、何があってもお互い大事にして、8月8日、二人は夫婦に。二人だけの夢を持ち続けて、今日のような奇跡を起こしまくれ。赤ちゃんもできて、二人が出会った。